いや、最近の YouTube についてちょっと言いたいことが2つぐらいありましてですね。運営様が何を考えているのかがちょっと僕たち一般市民にはちょっと理解しがたいんですが、これはちょっと許せないなって思うので、まあ言いたいと思います。まずこれですよ。ちょっと理解できないんですが、YOASOBI の夜にかけるなんですけど、これって自殺の描写があってですね、謎の、通報とかが相次いでこなったんですけど、おかしくないっすか、運営様。ねえ、マジで。なあ。いや、確かに、この動画には自殺の描写があるんですよ。ねえ、でもさ、AI が判断してんじゃないの、これ。日本人が見た？ Google の YouTube の運営の人。ねえ、本当に、脳みそさ、あれだよねっていつも思うんだけど。もう少しさ、リアルな目で見ていただきたいものであるんだよね。やっぱり年齢制限かかってるから、ログインしない人だから見れないの。いちいちログインしないといけないの。それを狙ってるのかもしれないんだけどね。まあ、それが一つ目っていうか、誤番が多い。その対応してくれない。フィードバック送っても何も変わんない。そう、それが一つ目。はい。じゃあ今から二つ目いきます。なので、二つ目はね、まあ、誰でもわかると思うんだけど、やっぱりさ、やっぱりあれなね、あれな広告が多すぎるってこと。これが二つ目。わかる？マジで怪しいさ、広告とかあんじゃん。飲めば痩せますが。俺太ってるからさ、まあ、欲しいよ、夢みたいなもんじゃん。あとはね、R18 禁なやつとか、めちゃめちゃ怪しい広告。そういうの多すぎ、マジで。今からいっぱい流すけどさ。はい、じゃあ YouTube が許可したやばい広告たちを見ていこうと思います。ウェーイ。はい、一緒にベッドの上でね、寝ようとしてますね、この金髪チャラ男が。はい、次。はい、これアウトです。アウト、アウト。はい、はい、はい、死刑、死刑、死刑。何してんだ、おめえら、おい。もう少し隠せってな。もう少し隠そうよ。ねえ。確実に、やばいっしょ、お前。それ言うな、一生、お前。はい、以上がね、YouTube さんが許可したね、あれな広告たちなんですけどね。本当に今のやつってテレビでさ、流したりさ、この小さい子供の前で流してたらさ、絶対お茶の間が凍るようなものばっかなんですよね。で、通報しても変わらないし、Google の子会社なんだからさ、Google もなんかさ、手出してくれないかなっていつも思うんですよね。でね、謎にの YouTube プレミアにね、勧誘したりとかね、してくるんでね。ちょっと謎ですよね。やっぱりさ、登録者が、っていうかもう、やってる人が増えたからさ、まあ、広告収入がないとさ、YouTuber とかクリエイターにお金払えないのはわかるけど、もう少しさ、いいものにしてくれないかなって思います。はい。じゃあ今日の動画は以上です。ありがとうございました。